ありがとう。今日も来てくれてありがとう。見つけました。しも、ん？ちょっと紙手、ん？左手は、紙手で見つけました。ありがとう。タワーありがとうございます。またお礼せん。ありがとう。皆さん、おめでとう。おめでとう。ありがとう。ありがとう。竹まつるさん、ゴールデンタワーありがとう。竹まつるさん、もう今日見つけました。ありがとう。神手ありがとう。見たありがとう。本当に X も見ました。ありがとう。またお礼します。ありがとう。あ、皆さんありがとうございます。キュウレさん、クマタワー、ゴールデンクマタワーありがとう。嬉しい。皆さん応援じゃなくて、お祝いしてください。ありがとうございます。キュウレさんもいつもありがとう。くるくること見てくれて、本当に嬉しいです。これからもよろしく、くるくる。またお礼します。ありがとう。ありがとう。初めて嬉しい。ありがとう。くるくる嬉しい。ありがとう。おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。皆さん。そう、今日、7周年コンサートで、披露しました。愛の重さの、ST48 ファーストアルバムのリード曲の選抜に選んでいただきました。クルエンパさん、タワー、ゴールデンタワーありがとう。クルエンパさん、嬉しい。本当にありがとう。クルエンパさん、いつも見てくれてて、ありがとう。なんだっけ、この前の、もうたくさんありがとう、くるりんぱさん。これからも、キルキルを見ててね。ありがとう。お礼します、また。あ、ヨシドルさん、タコもありがとう、タコもありがとう。あ、タコもじゃない。タコタワーもありがとう、ヨシドルさん。二つ。ありがとう、嬉しいです。頑張ります。これからもっともっと頑張るので。皆さん、ぜひ、くるくるのこと見てあげてください。あ、アルバム買う。ありがとう。嬉しい。神戸公演見に来てほしいっていつも、分かった？難しかったよ、その伝え方。神戸公園来てほしい伝え方。ナルドさん、熊タワーありがとう、ナルドさん。嬉しい。この前、投げてくださって、タワー、その時に SNS 見てるよって言ってたんですけど、インスタですね、インスタを、いいねとか押してくれてたのを見つけました。ありがとう、ナルドさん。タワーありがとう、選抜、おめでとう、ありがとう。嬉しいです。お礼するね。待って、ナルドさん。あ、ナルさん、ありがとう、ゴールデンタワー。なんかしかもさ、ちょっとゴールドだからさ、なんかちょっと、よりなんかすごいさ、豪華に。ナルさん、ありがとう、ゴールデンタワー、クマさんタワー、ありがとう、嬉しいです。いつも見てくれてて、X も見てるよ、ありがとう。X 見てるよ、怖いか。ありがとう、本当に。これからもくるくるのことよろしくお願いします。応援してる、あ、おめでとう、コメントもありがとう、ナルさん、ありがとう。お！選抜、嬉しいだけとか言ってる場合じゃない。ほんまにそうよ。嬉しいだけとか言えないから、もうそんな、嬉しいですしか言えない。嬉しいだけおもろいもん。ありがとう。そう。愛の重さ、いい曲だよね。くるくるも聴いた瞬間、もう、本当にいい曲すぎて感動しました。あ、イノセンスさん、ゴールデンタワー。ありがとう、イノセンスさん。嬉しい。たくさん会えて嬉しいよ。ありがとう、イノセンスさん。本当にありがとう。これからもくるくるのこと見ていてね。お礼するね。待っててね。ありがとうね、本当に。あ、マスタカさん、タワーありがとう。タワーありがとう。今日も見つけたよ、いいとこに。ありがとう、マスタカさん、タワーありがとう。あ、マサパマチさん、ありがとう。タワー、選抜のボードびっくりした。本当に、え、なんであるの、知ってたのってなった。本当にありがとう、それっぽいマチさん。ふくちゃんさん、なるほど、このフレームタワーありがとう。ふくちゃんありがとう。今日も笑顔が輝いておりました。ありがとう。愛の重さを測る時の振り、ここじゃろ。私はもう真ん中で、そう、マイキューさんと一緒にこうって頑張っています。
まっちゃんタワー、ゴールデンタワー、ありがとう、まっちゃん。葵さんとくるくるで。嬉しいです。ありがとう。まっちゃん、タワーありがとう。そうなんですよ。そう、しかも。めちゃすきありがとう。あ、くるくる先輩、泣いたわ。泣いたわ。ありがとう。ごめんなさい。あ、ナラセンシルさん、フレームタワーありがとう。あの、天使のゴールデン、フレームタワーありがとう。嬉しいです。今日も、あの、X の、あの、くるくる映ってるみたいにいっぱい、あの、ツイートしてくださって見ました。ありがとう、本当に。嬉しいです。ナラセンシルさん。また、お礼します。ありがとう。あ、おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。中村さん、タワーありがとう。嬉しい、本当にありがとうございます。ゴールデンのタワー、中村さん配信で見てくれてたのかな、ありがとう。またお礼するね、ありがとう、本当に。あれも買う、ぜひ買って、もういっぱい聞いてほしいんです。くるくる審査のポジション素敵。そこ、あそこも感情入りますね。そう、新章も素敵で、あ、ヤマさん、天使の熊タワー、ありがとう。いつも応援してくれてありがとう、山さん。嬉しいです。フレームタワー。これからも、くるくるを見ててね。ありがとう、山さん。お礼するね、また。本当にありがとう。そう。その選抜の発表を聞いたときにはもう本当に皆さんに言いたいっていう感じでした。本当に言いたい。言いたくて仕方ないという感じだったんですけど。我慢しました。もう言いたかった。なので、やっと今日という日が来て、私は嬉しいです。奈良先生さん、レインボースタータワー、これ、レインボースタータワー。ありがとう、奈良先生さん、レインボースタータワー、嬉しい。いつも、スターになりますって、これに返していく。スターに、もっと、もっと、もっとっていうか、まあ、今まだ、スターかわかんないんですけど、スターになれるように頑張ります。ありがとう、奈良先生さん。そう、お話し会もぜひ。いつ頃から、え、これさ、言っていいかわかんないけどさ、そう、でも結構、気になる。くるちゃん泣いたら泣いた。でも本当に泣くつもりはなかったんですよ。なかったというか、泣くぐらい嬉しいんですけど、ステージ上では泣かないので、私は。私はステージ上では泣かない女なので、泣かないと思ってたんですけど、もう、その顔を見たら、その、出ますよね、普通に。冷静に考えて。昇格イベントの時にはどうかな、どうかな、そう、いい子育てよかった、ありがとう。あ、もりもり、くま、ありがとう、もりもりさん、くまたわ、ありがとう、嬉しいです。いつもありがとうね、にいて動きのこと見ててくれて、もりもりありがとう。今日はご飯もりもり食べたいと思います。ありがとう、ありがとう。泣かない女なので、私は。そう、一番星になれる、頑張る。あ、友ちゃんクルクルしてめちゃくちゃ、あ、嬉しい。嬉しい。頑張って残してた。いや、抑えました、もう。そう。あ、炭酸せんべいさん、I love you とは、ありがとう、炭酸せんべい。ありがとう、嬉しい、本当に。ありがとうございます、クルクルのこと見ててくれて。ありがとう、炭酸せんべい。お話できるのもいつも楽しいよ。ありがとう。なんかラグある、ちょっとなんかラグいいこれ、ちょっと来る。ありがとう、本当に皆さん。嬉しいです。私のパートは、僕が見ていたのは、僕の理想像です。親には言ったね。いやね。いや、そう。なので、もっともっと、頑張り、あ、さっき、あと、軽く言ったんだけど、こう、今回、クルクがいただいたポジションは、こう、センターのマイキューさんの、後ろの、まあ、自分で言っちゃうとなんかあれなんですけれども、自分で、この、大々的に言っちゃうとあれなんですけど、裏センターのポジション、こう名前で言ったら、裏センターの後ろのポジションやらせていただいてて、その、サビとかも常に踊るときに大体マイキューさんを見ながら
こう見て踊る感じなんですけど、もうそれが本当に嬉しくて、こうマイキューさんからこう刺激をたくさん受けています。そしてもっともっと頑張ろうという気持ちになっています。リチャードさん、クマタマありがとう。リチャードさん、 X も見てるよ、ありがとう。リチャード、嬉しい。またお礼するので、これからもくるくること見ててね。ありがとう、本当に嬉しい。ね、クルクルのインタビューね、 2.5 キロ最後だったよね。思った。そう、そう、マックス好きセンターやらせていただきました。嬉しかった。あの研究生でクリスマスの日にやった日に続いて、正規メンバーの方でもマックス時315号センター、もう本当に嬉しくて、サーヤさんがおめでとうって言ってくださって嬉しかった。センターラインが好き、嬉しいです。愛の重さ初めて分かったよ。そう、いやいや、あ、嬉しくなっちゃいました。ありがとう、本当にありがとう。もう全然です。でももっともっとくるくる頑張らないといけないレベルだと思うので、そう、本当に頑張ります。うるせえとしっかり見えちゃう。良きです、ありがとうございます。頑張ります。今日はうちを見てくれて嬉しかった。一瞬なんかあれ、あのダジャレかと思った。嬉しかったわ。こちらこそ、うちは嬉しかった。本当にたくさん見えて、本当にくるくる今日びっくり、普通にびっくりするぐらい、そのくるくるのお茶を持ってくださってる方が多かったり、ペンライト振ってくださってる方が多くて、一曲目から、あの、練り歩きだったんですけど、もうこう、後ろなんか映像があるの、裏で。だからこう、ペンライトみんなが振ってるのとかもちょっと見えるんだけど、こう、コロ?こう見て、こう、1曲目出て行って、こうすぐクルクルのペンライト振ってくださる方がたくさんいて、本当に嬉しかったです。もう感動、嬉しすぎて、あ、もう歩くたびに、ありがとう、ありがとうってなります。本当にゆうゆうさん、タワーありがとう。ゆうゆうさん嬉しい、タワーありがとう。今日も見つけたよ、ちゃんと見つけた、本当にありがとうね。そ、練り歩きではあの そっちの方向に行けなかったんだけど、ステージ上からちゃんと見つけて、ありがとう。クルちゃんの背中を見て、僕も頑張ります。クルクルの背中見て、クルクル背中小さいけど、ケイタクマありがとう。ケイタさん嬉しいです。ケイタありがとう、いつもクルクル見ていてくれてありがとう。 X も見てるよ、ありがとう。本当にケイタさん、これからも、あ、俺そうね、待っててね、ありがとう。そう、現地でも来てくれて嬉しかったです。本当にめっちゃ湧いた。あ、奥村桃子さんも喜んでた。お、よかった、よかった。そう、スタートラインなので、もう本当にこっから先に先んこっから先もっともっとこう STU48 の中心だって、こう引っ張っていけるくらいのメンバーになりたいなって思っています。こうし、今回選ばれた、選んでいただいたことに満足せずに、次も、次シングルかな、次のシングルでクルクルを選びたいと思っていただけるように、選抜という立ち位置、自分がいただいたポジションを守り抜いていきたいし、もっともっと上に上がっていきたいなっていうふうに思います。全力で頑張ります。タンタカタン、タワーありがとう。タンタカタン、タンタカタン、タワーありがとう。嬉しいです、本当にありがとうね、見ててくれて、もう本当嬉しい、ありがとう。お礼します、ありがとう。マックスよかった、寝る気持ち、こちらこそありがとう。あ、マイクからクルちゃんの時びっくりした。いや、そうだよね、ドゥーンって出てきたよね。せまとめて、ありがとう、ありがとう。練り歩きはクルさん来てくれるんで、日頃の声、いや、もうクルクルが頑張って全部回ります。もうでもちゃんと見つけてます、本当に皆さんのこと。さまざまと現地見て感動した、クルクルも感動した、ありがとう。本当に
赤川に行くね。くるくるパレット。え嬉しい見つけますありがとう。え、そうなんよ。いや、くるくる本当に悔やんだのは、背が低いことをすごい悔やんだ。フリーレの時。うわ、背低い。もう最悪背低い。もう背低いせいでもう、どう頑張っても見えないみたいな。だって、振り付け師さんも困ってたもん。背低いんだよなって言われた。すいません。すいません。背低いから見えないよね。すいません。なので、もっともっと自分が、こう、前に出ていけるように、もっとこう、前に、選んでいただけるのにふさわしいメンバーになれるように頑張ります。そして、そう、ここからもいろんな仕事頑張っていきたいと思います。また明日もよろしくるくる。小柄な可愛かった。そこからなのよ。あ、気づく嬉しかった。もちろんよ。そう、見えんくなるの、くるくる。あ、センターになるしかないってこと。頑張ります。おしゅういち、I love you too。ありがとう、おしゅういち。嬉しい。ありがとう、本当に。ちゃんと、愛が伝わっています。くるくる、嬉しいです。ありがとう、おしゅういち。これからも見ててね。お礼かけますな。待ってて、ありがとう。そう。ちょっとマイキューさんとくるくる位置変わってみようかってなかった。多分、この、2番の A メロの、あ、A メロかな？いや、違う。2番のサビの、くるくるが天秤やってるところは多分もともとの振り付けはくるくる後ろだった気がする。後ろでマイケルさんの後ろをこうやってやるはずだったんだけど、くるくる小さくて見えないからしゃがむことになったんだと思う。多分そこで悩んでた。写真うまく撮れなかったので香川愛媛でリベンジ。お、ありがとう、撮ってくれてありがとう。スジロー、 I love you too、 ありがとう。今日も来てくれてありがとう。I love you too、 嬉しい、本当に。いつも見てくれてありがとう。これからもよろしくるくるだよ。ありがとう、ストジロー。ありがとう。シンゴさん、タワー。あ、ごめん、これ。シンゴさん、クマタワー、ありがとう、シンゴさん。嬉しい、本当に。いつも見ててくれてありがとう。あ、パイナップルが追加されてる。パイナップルと虹が。ありがとう、シンゴさん。これからもくるくること、見ててね。あ、サイサと絡めよかった？じゃろう？絡んだんや、今日。あ、ごめん、この。選抜おめでとう、そしておめでとう。あ、そしておめでとう。ありがとう、ダブルおめでとう。嬉しいです。ありがとう、本当に。頑張ります。ここ本当に、本当に、本当に、ここからがスタートだと思うので、もっともっと、頑張りたいと思います。そう。前に立って ST ホテルでした。あ、先週かけてして買いすぎた。あ、そう、できて嬉しかった。ラーラーラー、あ、コロちゃん、ラー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 待って、ちょっと配信始めてからここまでめっちゃ意見早口で喋りすぎて、ここら辺ちょっとやばいんだけど。初の選抜おめでとう。会場で見てて泣きそうになりました。ありがとう、嬉しいです、本当に。くるくるも泣きそうになりました、普通に。てか、くるくる泣きそうになって後からスタッフさんにくるくる、くるくる泣いたよ、たくさん言われた。すいません。すいません、みたいな。たくさんの人に知ってもらえるアルバム、なるように頑張ります。
そう、新書も可愛いじゃろ。可愛いよ。出遅れ感そんなないよ。出遅れ感なんかないですよ。大丈夫ですよ。全然。そんな風に思わないで。愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心が痺れるくらい。なんかまるで世界が溶くような重さ。一緒に見ながら見た。ね。初恋バタフライも良かった。亀田曲良かった。あ、ちゃんと見た。ありがとう。確かに。本当に亀田曲良かった。もう、初恋バタフライも嬉しかった。初恋はバタフライ。ちょっとココアさんからちょっと泣けるライン来ちゃったんだけど。花火さん、アイラブタワー、ありがとう。花火さん、嬉しい。ありがとう、本当に。見てくれてるの。感じてるよ、ありがとう。アイラブユータワー。もうレースルで待ってるの、本当に皆さんありがとうございます。コロちゃん、ちょっとこれ。配信中泣かないです。配信中泣かないですけど。ココアさん。スコアバタフルは HKT オタクのお姉さんたちがセンターの少しは確かにね、そう、博多ってか博多出身のメンバー、サーヤンさんとかサラピさんとかサヤカリンさんとか、あのパセリさんとかが真ん中ら辺にねいらっしゃって、くるくるね、初恋バタフライもね裏センターで選抜発表とともにしれっと発表された今年の足をくるくるって評価。ちょい低め？ちょい低めかな。似てる？ほんと？愛しました。ありがとう。嬉しいですね。ちょっと待って、コロ。でも本当に嬉しいですね。今はね、とりあえず一旦喜びに浸ってから喜びに浸って一旦ね、でこうまたちゃんとしっかり気を引き締めて頑張っていきたいと思います。一旦ね、一日でもこう浸る時間欲しい。浸る時間いやー嬉しいですね。やっぱもう本当に嬉しいし、いずれ生徒になる。そんなことないです。そう言ってくださってありがとうございます。見ててねくるくること。そう、1年ぐらい余韻続き、いやこのままだとまあ5年ぐらいこの余韻続きそうなんだけど、5年ぐらい余韻続けてたらちょっともう次のシングルにもうなんてもうちょっと通り過ぎちゃってると思うので、5年も10年もこの世にいたんだ一瞬浸ってちゃんと次をこうしっかり見据えていきたいですね。ちょっと頭が痛くてあのゴムを外します。わ、ユリの昇格祝いにポテチとビールな、めっちゃいいやん。くるくる頑張ったからありがとう、本当に。いやそんなことないですよ、もう皆さんの応援のおかげですよ。今日のコンサートも輝いていた、本当嬉しい。輝けていていたら、
4日の日のあフラスティバル、あありがとう、迷ったらこうで、ありがとう。松見さんにあれちゃんそういう頑張ります。次の目標初シングル戦ば新次ね、いつ12月まであれはあるけど、いつがシングル発売って早いけどね、ちょっと早いけど早いかもしれないけどかわかんないけど、でもそこでも選びたいと思っていただけるように、もう私なんかとか本当に私でいいんでしょうかという発あ間違えた、本当に私でいいんでしょうかのような発言はせずに、もうこのいただいたポジションを全うしたいし、こうもっと この子はいないといけないのやっぱって思っていただけるような期間にします。明日の子は直接おめでとう言いたいです。ぜひ今日の夜も若干徹夜かもしれん。赤色サンタさん、熊タワーありがとう。赤色サンタありがとう、嬉しい本当に。赤色サンタさんありがとう、嬉しいよ。またお礼するね。ちょっとクルクルの髪が丈夫すぎてちぎれたんだけど、赤色サンタさんありがとう。タワー本当にラブです、ラブすぎます、ありがとう。努力の結果そう言ってくれ、今日さらにも超出て嬉しいです。選抜入りを聞いてから今までの間やはり早く言いたかった、言いたかった、もう言ってしまおうかなとか そんなはあれないんですけど、ちょっと それはもう言ってしまったならば私はもう多分ここにはいないはずなので絶対言ってはいけないと思っていて、絶対言ってはいけないんですけど、もう言いたすぎてやばかった、言いたすぎたし、新曲とかもこう、まあ、やっぱ本番今日披露するためにやるじゃないですか、練習するから歌を覚えたり歌詞を覚えたりするんですけど、って言っちゃいそうなんですよね、こう歌っちゃいそう、愛の重さ、あトゥルルルルル、あみたいなことしちゃいそうになって危なかった。でも一回も出てないです、大丈夫。心もすごい成長した、ほんとほんと成長した自分、ほんとに弱気だもん、私結構弱気たくさんあった、でも頑張ります。ゆきひろさんタワーありがとう、ゆきひろさん壊れてんタワー、もう嬉しいですほんとに、ありがとうゆきひろさん、これからもくるくるのこと見ててね、お礼するね、っていうかそのまあ、その、伝えたいし、選抜について伝えたいし、その、早く共有したいし、その、それについて早く語りたいみたいな。語りたいっていうか、その、お話し会とかでもそうだけど、まあ、公演のお見送りとかでも、あれだけど、こう、その、おめでとうって言われたい。言われたいっていうかな。ちょっと言葉むずいんだけど、この配信とかでもだし、すごい、いいね、みたいな。おめでとう、すごいね、みたいな。その言葉とか、その、感動したよとか、待ち望んでいたとか、で、こう、くるくるのファンの方が思ってくださってて、その嬉しい気持ちになってくださるのが本当嬉しいので、嬉しかったです。そう、配信中放って撮れそうになったよ、もう。あの レッスン大変すぎのメールは、選抜企画のレッスン。もあるし、でもね、結構いろいろ重なってたからっていうのもある。他にもある。そう。でもそれもあった。
いやー嬉しいですね。え、私はさ今さリビングに誰もいないんだけど、くるくるここにいるからリビングに誰もいないんだけど、絶対コロ一人でリビング寂しいからくるくるの部屋に連れてきてあげようと思って連れてきて配信してたのに、コロが出たいとか言って吠え出すから部屋から出してあげたのに、また吠えて部屋にいろって言ってる。投げたつもりの話かみます。嬉しいです。それでも本当にもう皆さんの言葉が嬉しいです。ありがとう。言葉がってかそう、すべてのことが嬉しいです。ありがとうありがとう。もろこしです。本当にそうだよ、入れてあげたらまた出せって言うんだよどっちだよってね。ちょっとかわいいな。待ってるの、コロちゃん。ドアの外で待ってたの？開けてほしいって待ってたの？チョモ、チョモくん。ちょっと私コロちゃんと喋ったらやばくなっちゃうから喋らないとこ。入ってこないの？コロが部屋の中に入ってこないって幽霊がいるから、そういうことなんでしょ。選抜入ったこと、改めて気づいたこと？気づいたこと？でも、やっぱ選抜っていう、立ち位置っていうか選抜っていうところは、選抜っていうところはやっぱりみんなが憧れる場所だと思うし、まあみんながとは限らないけど、まあ大体アイドルになっ、フォーティッドグループのアイドルになったらこうやっぱ選抜は大体目立つとこだと思うから。コロちゃん危ない、あんたこけてるやんけ。もうあのなんだっけ、みんなが憧れるとこだと思うからし、あ、これとかだと思うし、全員が立てる場所ではないっていうのは、本当にすごく、自覚しておいて分かってるので、選んでいただいた分、ちゃんと自覚を持って、まあ普通に STU に入ってるだけでも自覚持たないといけないんだけど、プラスでもっと自覚を持って頑張らないといけないなというふうに、強く思いました。嬉しいです。お母さん感くるくるの親感ある、めっちゃもろい。あんたこけそうになったおもろい。一つ目の目標選抜達成、次はどんな目標。次も選抜に選んでいただくことが今の一番の目標かなっていうところですね。次も選抜に選んでいただいて、低身長でもこう見ていただけるようにこうしっかりこう頑張り、あの上を目指して頑張りたいです。おかんって感じ。なんかおかんやばい。ラビットシーズンレギュラーなんて、ラビット面白いですよね。ラビットでもフロントメンバーは本当に憧れです。上目指して気持ちが伝わった。もう本当に
でもマジでもう 100% 本当にもう皆さんの応援のおかげなので本当にありがとうございます。そう、慎重見て、こら、こちゃん、ちょっと私のなんかこの汚い汚いっていうのがバレちゃう、ここが、もう私がこれちょっと椅子の上が汚いのがバレちゃう、これちゃん、こら、こちゃん、こっち見て、こら、こっち見てくれないの、さやさんとシメで踊るクルクル来て、確かに、あ、確かに今回はシンメがいないのか、シンメっていうあれが、そうか、確かに頑張ります、フルムシ、ほんとフルムシ、クルクルどこにいてもなんか見つけてるし見てしまう、え、嬉しいです、ほんとに嬉しいです、あずみと同じ目線でクルクル背の高さの方今日の菓子焼きどこのか、えー、なんだっけな、どこのだっけな、菓子焼きちょっと調べてみる、ありがとう、嬉しいです、でマイキューさん本当にかっこいいです、本当にかっこいい、確かに新名は今回いないけど歌割りはあずみんと、僕が見ていたのは僕の理想像が、アズミン、アズクルでの歌わり。おもろい、二人の歌わり。ここに来て。アズクル？シマチャペのインタビュー映像つまみに、先ご飯を飲む。本当に、くるくる泣きましたよ、インタビュー。インタビュー。多分、インタビューの、流されたシーンは、涙じゃないシーンだったんだけど、泣きました。あ、おめでとう、ありがとう、くるくるも嬉しいです、ありがとう。お、今日の声構成が良かった。お、嬉しいお言葉ですね。何のインタビュー、なんか7周年についてのインタビューって呼ばれてた。7周年について話してもらう、だからその発表、選抜、あなたは選抜ですって発表していただく前にも結構いろんな質問に答えたの、これから7周年ですがどうですか、昇格してみてどうですかみたいな、なんかいっぱい答えて最後に新書可愛かった、やったー、じゃあまず好きになったってこと、くるくる葵あざなみさんくるくると葵さんのアーシャ並びが熱い、え、嬉しい、そう、葵さんと並びました、葵さん綺麗だった、お、もしかしてなった VTR、 そう知りたかった、それあの VTR 流れてどう思った、その初めな、何これ、何これ、何の映像みたいな、どこでどこら辺でなんかおってなった、これはなんだって。確かに新衣装普段着としてもいけそう。確かに。え、本当に可愛いよね、新衣装。しかもこう結構最近風な、なんていうんだ、現代風なツイードっぽい柄で可愛い。あ、香川海送られ会くるくる見つけたらくるくると声出します。あ、出
して、くるくる見るよ、その瞬間パッて最初全員行くの。あ、なるほどね。どんな順番でインタビュー。確かにそれはみんなでも話してた。あ、さやかりんさんあたりでもしかして。確かに、だって最初さ、なんか選抜とか、選抜に入りたいとか、目標語ってたのかな、みんな。目標語ってて、選抜に入りたいとか、選抜っていう単語が何回か出てきてたから。体がガクガク震えてきて、震えるよね。だからそういうのね、なんか嬉しい。しかも新衣装、スカートとか、てか、下半身の種類が3つあって、ズボンにレースのやつと、ちょっとロングっぽいスカートとミニスカートがあるんです。ククルはミニスカートの人でした。でも足が短いから、ミニスカートがロングスカートになっちゃう。すいません。絵に描いて誘導陣、誘導陣はそう。誘導陣も。そう、ミニスカートでした。似合ってた？やったね、やったね。多分、半袖の人と長袖の人がいたんだけど、夏服と冬服なんだけど、くるくる半袖で。半袖でした。くるくる来いって思ってて、くるくる出てきた瞬間に号泣した。よかったー、号泣。くるくる出てきて、くる、くる来い、くる来い。来るじゃないんかいって、ね、なるとこだった。クルが Q の後ろにいるのが良かった。あ、クルが Q の後ろに。嬉しいです、クルクルも、マイキューさんの後ろにいさせていただくのは本当に。ノースリーブ？言っていいのか分かんないけど、冬服の、冬服のジャケット脱いだらノースリーブだよ。僕の理想像、うん、楽しかったです。まだまだしっかり目標を立てて上を見て頑張っていくので、もちろん皆さんもぜひくるくるのこと目で追っておいてください。離さないでください。他の人、他の人ばかり見ていたらくるくるが怒になります。幕張の話し会はあの新衣装とつしとさて、正解です。そうなんです、実は幕張のその新制服っていうのはあの衣装なので、可愛いじゃろ、撮りたいよね、これはツーショット、これは撮らんといけんっていう感じですよね、あの可愛さは。ぜひツーショット幕張6月22日の幕張のお話し会お待ちしてます。さっき福ちゃんさんが言った何を気になる。お話ししたよね、選抜おめでとう。あ、ありがとうしたね、ありがとう。あ、くるくるだけ、あ、天才です。会場多分暑いから半袖でよかった。そうなんよ、くるくるはもう汗かかない上に半袖だからもうすがすがしく。開演前に3期生と遊んでた人はくるくるに叱ってください。いや、本当に叱ります、叱るべき対応をいたします。
大体わかりますよ。じゃあちょっと5時間目だよね、買ってくる。お嬉しい、待ってる。リベンジもよくれるかい、カファでもゆうかちゃんって言います。あ、嬉しい、叫んで、嬉しい。まあ、帰りくれてありがとう。ありがとう。出たいし。あ、くるくるくるじゃない。天才です。叱るべきたい。新曲で。いろんな、確かに。いっぱい披露したいですね。アルバムのリード曲ってどうなんだろう。でも本当に、頑張ります。頑張ります。希望を持って楽しみ。より楽しみになっていただけましたか？あ、これひーちゃんにアイライン引いてもらった、これ。はじめ本番前に今日のメイクどうって聞いたら、クルシさんメイク薄いですよって言われて、ええみたいな研究生の時より薄いですよって言われてやってもらった。フラフェスティバルのステージで披露、ここまでで、ここまでだ。それでは次のじゃない、時間があれなので告知タイムにしたいと、告知タイムをしたいと思います。今日は7周年ツアー in 兵庫ありがとうございました。次のツアーは5月11日で香川県です。うどん県ですね。ぜひ、え、そう、明石焼き食べれてよかった。めっちゃ美味しかった。そして、香川にもぜひ来てくださったら嬉しいです。ストーリーもね、ちょっと変わるし、こう、また、選抜メンバーとしての、こう、しっかり、披露できたらいいなと思ってるので、香川県お待ちしております。私、香川の漢字好きなんだよね。香川。お、見に行く。ありがとう、見つける。オッケー。そして、なんだっけ。あ、5月6日はお台場でフェスがあるので、本当にこれもお待ちしております。そして、明日は、花は誰のもの公演。あやぱんさんの卒業公演があります。悲しい。これは悲しいだけです、本当に。悲しいだけなのですが、全力で頑張りますので、明日もよろしくお願いします。そして、あ、お話し会の受付中です。これ明日までだっけ？これ明日1時までだっけ？わかんないけど、幕張、おすすめは幕張、6月22日です。通常都会は新制服で行いますので、ぜひ、可愛いキュルキュルと写真撮って、それと、ぜひ、お祝いとかも、しに来てくれたら、くるくるは超絶嬉しいだけです。通所都会とサイン会は2枠しかないので、ぜひ皆さんこの機会にくるくるのことを、くるくるに会いに来てくださったら、超ハッピーです。くるくる、ハッピーなので、ぜひお待ちしております。おすすめです。それでは。あ、あと、オンライン話し会のくるくるの誕生日前日もおすすめ。あさってまでか、あさってまで。あさってまでです。あさっての1時までです。そう、ハッピーハッピーハッピー、トゥ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 です。ぜひお待ちしております。それでは男女読みたいと思います。13位。クロリンパさん。あ、今日は2時ぐらいか。タイミング、天才かなというふうに思います。ちょっと待って。30位からいこう。50。50からいきます。
50位 XYG ありがとう。49位ハーマンありがとう。48位オダヤンありがとう。47位野生の銀河猫ありがとう。46位ハルありがとう。45位タツありがとう。44位今日もあなたの今日もあなたの笑顔が誰かを救うありがとう。43位ラスカルありがとう。42位キズナありがとう。41位誰がハゲやねんありがとう。40位ミキオ先生ありがとう。39位ウラベありがとう。38位キヨありがとう。37位人生ありがとう。36位ヨッチありがとう。35位ホセロさんありがとう。34位カンちゃんありがとう。33位ウォッカありがとう。32位イッちゃんありがとう。31位ナベコありがとう。30位カズヒロありがとう。29位スピードバードありがとう。28位瀬戸内レモンちゃんありがとう。27位ピンクのトトロありがとう。26位ナルドありがとう。タワーもありがとう。ナルド25位赤色サンタありがとう。タワーもありがとう。24位ユーユーありがとう。タワーもありがとう。23位シンゴありがとう。タワーもありがとう。22位モリモリありがとう。タワーもありがとう。21位イノセンスありがとう。タワーもありがとう。嬉しいだけです。20位ナルさんタワーもありがとう。嬉しいだけありがとう。20位も出てね。で、19位、ゆきひろ、ありがとう。タワー、ありがとう。本当に。ありがとう。18位、リチャード、ありがとう。タワー、ありがとうございます。ありがとう。17位、タンダカタン、ありがとう。タンダカタン、タワー、ありがとう。嬉しいです。16位、ナカム、ありがとう。16位、ナカム、ありがとう。タワーもありがとうございます。またお礼します。15位、マスタカ、ありがとう。タワー、ありがとうございます。本当にありがとう。伝わってます。ありがとう。14位、ケータ、ありがとう。タワーも、ありがとう。お礼するんで、待っててね、ありがとう、ケータ。13位、クルリンパ、ありがとう。タワー、ありがとうございます。クルリンパ、見てくれてありがとう。また、お礼します。ありがとう。12位、忘れっぽいお餅、ありがとう。タワー、本当にありがとう。嬉しいです。ハッピーです。ありがとう。11位は、11位はとか言っちゃった。11位、佐藤次郎、ありがとう。タワーも、本当にありがとう。嬉しいです。ありがとう。10位、まっちゃん、ありがとう。タワーもありがとう。嬉しいです。ありがとう。9位、炭酸せんべい、ありがとう。タワーも本当に、ありがとう。炭酸せんべい。8位、竹まつる、ありがとう。嬉しいです。タワーも本当に、ありがとう。そして7位、ヨシーゾンビ、ありがとう。ラッキーセブン、ありがとう。タワーもありがとうございます。嬉しいです。次、6位、6位、花火師、ありがとう。花火師さん、嬉しいです。いつも、ありがとう。写真もたくさん撮ってくれて、タワーもありがとう。そして次、5位、QL、ありがとう。QL さん、いつもありがとう。タワーも本当に、ありがとう。嬉しいです。4位、そして4位、おしゅういち、ありがとう。おしゅういち、タワーもありがとう。直接見てくれて、ありがとう。嬉しかったよ。ありがとう。そして3位、ふくちゃん、ありがとう。あ、嬉しいだけ、ありがとう。そしてふくちゃん、3位、ふくちゃん、ありがとう。タワー、本当にありがとう。嬉しいです、ふくちゃん。これから見ててね、ありがとう。そして2位、山さん、ありがとう。山さん、タワーもたくさん、ありがとうございます。これからもくるくること、見ててね、ありがとう、山さん。ラブ。そして1位は、ドゥルル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 、パーン。7000シルさん、ありがとう。7000シルさん、ありがとう。ラブラブ。たくさんタワーありがとうございます。いつもくるくるのこと見ててくださってありがとう。これからも見ていてね、また お礼するので待っていてください。本当にありがとう。そして皆さん今日は見てくださってありがとうございます。本当に本当に嬉しかったし、この報告ができてよかったなと思います。ぜひ愛の重さとかもね、感想とかぜひくるくるに伝えてくれたら嬉しいなと思います。あ、青さんゴールデンタワーありがとう。ありがとう、本当に青さん嬉しいよ。ありがとう。ぜひそしてカメコ STU も見てるので、ぜひクリックの写真載せてくれたらもう超絶ハッピーハッピーハッピーです。それではお話し会もお待ちしてます。あ、重い愛でよろしくお願いします。愛の重さ重めでお願いします。それではおやすみ。あ、明日もよろしくるくるー。